南は占いが得意なんだって。どこに行ってもこの話題振られますね。いいじゃん、アイドル占い師として食っていけるよ。あ、俺のことも人相占いしてみて。刃のある男性は愛嬌があると言われますが、背徳的で不信心とも言われています。そうなの？そうそう、海外では吸血鬼を連想させるんだって。海外ロケの時にモモの写真見せたら言われた。なるほどね。だからこの前凪に会った時に AB 型の血は好きかって聞かれたのか。好きなの？今度テイスティングさせてもらう。あ、トラオの方が吸血鬼って感じだけどね。美女をさらってっちゃいそうなイケメン、抱かれたい男ナンバーワンだもんね。大した名誉でもないな。俺の前のナンバーワンが大したことがなかったしな。南の前にナンバーツーにいた男も。へえ。ふん、異論があるか。なら僕は、大した男じゃない。お、こら焦るなよ。つまらない言葉を言う前によく見て確かめてごらん。いいかダメか、乗るか反るか、怖がることはないさ。際どい話がしたいんだろう。どうした色男、お前の好みを聞いてあげてるんだよ。未成年もいるから消しま。あいつは若い頃何人もの罪のない女の子をホワイトアウトさせてきましたから。ホワイトアウト。雪にあって理性を忘れるの意だね。そんな隠語が作られるレベル。ち、何を言ってるのかわからないな。恥ずかしがらなくてもいいのに、可愛らしいね。なんだと。ユキ、超イケメン。知ってるよ。こいつ、MC 放棄した顔してるぞ。こいつ、MC 放棄した顔してるぞ。なら質問だ。あんた先端恐怖症なんだ。こういうボールペンでもダメなんだ。こらこら。
ここで CM？ 桃さん向けられたボールペン握ってありえない速さでミノーさんの太ももに刺してませんでした。さすがにテレビでそこまでは。びっくりした。大丈夫かカトラ、ボールペン膝に刺さってない。尖ったもの人に向けちゃダメでしょ。子供の頃教わらなかった？教わってないなら、ももちゃんが後でたっぷり教えてあげちゃう。で、どうしたい？すいません、つっとけ。この人、りょうさんの友達なんだぞ。そうですよ。何をされるかわかりませんよ。巻き込まれたくないからな。ユキ、大丈夫？まあ、ありがとう。あ、CM 開けたら普通の雰囲気になってる。怪我をした様子もないですね。ズールの方が話を合わせ始めています。じゃあリバーレの勝ちだ。リバーレさん、やっぱりかっこいい。キャラの濃い二人でよかった。これでなんとかズール一強になる流れを食い止められそうですね。あとは私たちがブラックオアホワイトでズールに勝つことができれば。絶対に勝ってみせる。ズールの勢いが止まればつくもの支配だって弱まるはず。そしたらトリガーを取り戻せるんだ。お疲れ様でした。ハラハラしましたけど、二人ともかっこよかったですよ。まあね。ユキ、超かっこよかった。高画質で録画しといてよかった。録画しなくても目の前にいるんだから、好きな時にリピート再生できるよ。最高。イケメンな上に便利。あ、ちょっと待ってね、ズールさん。なんかよ。俺の連絡先渡しておく。何か困ったことがあったら相談して。先輩ぶる気か。君らが思ってるよりも亮さん、社長が危なっかしい人だから、他に相談できる人がいなかった時用に。一応受け取っておく。トーマ。うん、かっこいい歌聞かせてくれてありがとう。あなたは偽善者なんですか？そうだよ、利用しちゃえばいいよ。じゃあお疲れ様。もっとちゃんと話せばよかった。聞きたこともあったのに。音楽のことやブラホアの。ダサいこと言うなよ。あいつの連絡先捨てておけよな。仕方ないさ。トーマは一度トリガーに負けた男だ。負け犬根性が染みついちまってるんだろう。
なんだと。言い争いはで勝手にやってください。疲れているんですから煩わせないで。涼さんもムカつく。九条が息子の話ばかりしてたみたいに、最近あいつの話ばっか聞いてくる。つくもで歌ってるのは俺なのに、みんな他のやつのことばっか。3人で出かけたらバレない？でも家電は一緒に選びたいだろう。それともこだわりない方法？ある。このメーカーしか買わないって決めてるのがある。デザイン性、性能、発売日、価格、全てを鑑みてベストのものを選ぶ。今日の買い物、時間かかりそうだね。今日の買い物、時間かかりそうだね。二人とも振動しすぎ。気づかれたくないなら、その愉快なバイブ機能をオフにして。仕方ないだろう、ビクッとしても。俺たちのことじゃないみたいだな。誰だろう、電気街に。ナギ様はお伺いしてもいいですか？なんです？どうして朝から並んだのに、ナギ様の目当てのアニメグッズが買えなかったのでしょうか？そのような質問は愚かです。私は列に並びに来たわけではありません。あの空間に愛を刻みに来たのです。なるほど。さほど手に入れたいものではなかったということですか？私に戦争を売っていますか？恐れ多い。不甲斐ない。私の役目は果たしたはずです。母の血を敬遠したのはそちらでしょう。お前たちのせいでつかなくてもいい嘘をつくことになった。友人に嘘はつかないと決めていたのに。全てはただのサプライズで終わっていたはずなのに。